おはようございます。本日は千葉南に来ておりまして、サーフセッションやっていこうと思います。なんか犬います。今日はですね、デッドグックスのニューボード、ちょっとこうちらっと映ってるかな、映ってますね。こちらのボードを使ってサーフセッションをやっていこうと思います。今のところ風もクリーンでいい波ガンガン来てるので、初おろしになるんですけども、ある方と一緒に交互にセッションしていきたいと思うので、皆さんぜひ最後までご覧ください。準備ができましたのでやっていきたいと思います。前回の動画は多分コーチングセッション上がってるかな、そちらの方もぜひ見てない方はチェックしてみてください。そして今日のメンバー紹介していきます。おはようございます。おはようございます。ルイ君とまーちゃんです。おはようございます。2人とも今日ニューボード持ってきていて、はい、コーチングセッションでやってたので、そちらぜひ見てください。で、今日はこちらのデッドグークスのニューボードをルイ君と使っていきたいと思うので、はい、ちょっと後ほど紹介していきます。はい、お願いします。お願いします。はい、本日持ってきたボードはこちら、デッドグークスのサイコキャンディーです。こちら僕あんまり乗る機会なかったと思うんで、セッションしてた動画ないと思うんですけど、今回この自分のサイズに合ったボードを作ってもらったので、こちらで今日はセッションやっていきたいと思います。サイズが5-7で、20と8分の1、2と16分の7かな、まあ、サイコキャンディーはちょっと短めで作っているので、まあ、僕の身長よりちょっと短いぐらいですかね。ただ厚みもあって幅も広く、ちょっとオーバーフロー気味になってます。カラーがブラックなんですけど、熱すぎて触れないんで、あの皆さん黒超かっこいいんですけど、日向置いとくと熱くなっちゃうんで、その辺も注意が必要です。フィンはこれツインフィンなんですけど、タイラーオーレンのキャプテンフィン使ってやっていきます。結構しなるんで、アクション性に優れてハイパフォーマンスの動きができると思って、で今日はこれを使って千葉南でサーフセッションやっていくので、よろしくお願いします。お願いします。まーちゃんのニューボード紹介お願いします。はい、パリーゼルサーフボードのモデルはラディエスプライムで、はい、EPS と一緒なんですけど、長さが5-7ハーフで、はい、リッターが 23.2 で、前のいつも乗ってた赤いハイラインとリッターは同じなんですけど、はいはい、その分長さをちょっと短くして厚さを出した感じです。なるほど。初乗りですか今日？今日初乗りです。可愛いカラーで、はい、いい感じですね。あのいつもこのここを塗るんですけど、うん、真ん中もちょっと塗ってみようかなと思って。何を意識したんだろう。ただこれは実はグリフィンのコラピントの丸パクリボードで、丸パクリ、あんまり多分乗ってる人見たことないんですけど、グリフィンはほんとちょっとしか乗ってないボードを僕はちょっとパクらせていただきます。なるほど。前回あの乗ってた EPS、 こっちは調子良さそうだったんですけど、はい、まあ、こっちもニューボードでテスト、初テストなんで、そうです、まあ、いいライディングできるといいです、はい、じゃ最初はちょっと流しつつ、はい、板のフィーリングを見て、はい、確かめていきたいと思います。わかりました。お願いします。お願いします。さあ今カイサ君とマーちゃん海に入っていきました。マーちゃんのカラフルなボードがかなり映えています。この天気と最高にマッチしてますね。そして波の方はドセットで胸ぐらいで、かなりメンツルで貸し切りの最高コンディションとなっています。2人とも初テスト、ボードがどのような感じなのか見ていきたいと思います。まーちゃんはバックサイドで2ターン決めてきました。最初のこの初テストにしてはかなりフィーリングが良さそうに見えますが、乗ってる方のフィーリングはどうなんでしょうか。そしてカイサ君はかなりボードのスピード感がすごくて、ちょっとそれにこう乗り切れてない感じが見えますね。ただもう少し乗り込んでいけば慣れてくると思います。
後でかなりスピード感のあるライディング決めてきました。一発目のスプレーすごかったですね。かなりフィーリングも良さそうに見えますが、ただ2発目のフィニッシュのところがね、若干こうふらついちゃったように見えたんですけど、かなり乗りやすそうには見えます。カイサ君もこのサイコキャンディに少しずつ慣れてきて安定して決めるようになってきました。このサイコキャンディはテールがフィッシュになっているのでルースしやすいと思うんですけど、そこをカーブの時にねうまくコントロールできるとスタイリッシュなねカーブができるのかなと思います。2人とも連続で決めてきました。波もかなり良くて、この左のレフトのバンクがかなり楽しそうです。右側を見てみるとライトの波も入ってきてますね。ただ2人は今レフトの波を狙っています。この極上の波が貸し切りでできています。最高です。対策ここでかなり激しいワイプアウトしてしまいました。フローターしたんですけどね、思ったよりもボードのスピード感がありすぎたのかなという感じですね。サイズもあったので着地が危険そうでした。そして最後はフローのあるツーターン決めて上がってきました。ボードのフィーリングはどうだったか聞いてみたいと思います。そしてまーちゃんも上がってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。波はいいですね。ボードはどうですか？ボードはねちょっと速すぎて、あーなんかそんな感じで、コントロールできてスピードは出てるっすか？スピードがなんか出すぎてコントロールしきれないのかなっていう感じが見てても伝わりました。自分が思ってる以上に前行ってくれるんで、はい、スピードが出るってこと、あとコントロールできればいいんですけど、はい、タイミング合わなくて、多分なんかフローターとかも結構やばかったです流れちゃって自分が思ってる以上に板が踏み込み入れると前に出てくんで、はい、いい意味で反応良くて、でコンビネーションも
自分がかけたいところより前にポーンって行ってくれるんで、タイミングの取り方変えたらめっちゃいいかも。なるほど。あとね、なんかね、船のなんか油みたいなので、すげえ滑ってワックスちょっともうちょいガッツリ塗った方がいいかも。危ないっす。結構足が外れちゃう感じになったんで、はい、でも動きはいいし、ハイパフォーマンスの感じなんで、はい、バックサイドはね、ちょっとまだね、タイミングの取り方わかんないんですけど、難しそう。でもフィットしてきたら、多分もっと乗れると思うんですけど、はい、すごいスピード出るんで、なるほど。ちゃんとスピード出る中でもレール入れて抑えられるかが大事になるのかなっていう。ラウンドで結構乗れるんじゃないかな、はい、感じはしてます。わかりました。はい、ありがとうございます。まーちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。ボード調子どうですか？バカ速いっす。そうっす。なんか見ててもスピード感は半端じゃないけど、あのフィニッシュのとことかたまにフラフラしちゃってる感じが、ね、そうです、見えますね。いいペース最近ずっと乗ってたから、ちょっと PU にいきなり変わって、ちょっとなんだ、乗り味が違うから。そうだね。それが前回のあの動画の時も EPS 乗ってて、はい、その時の多分感覚で最初行っちゃったと思うから。そうです、ね、見栄えはすごい良かった。すごいドライブしてくれるから、パドルもなんだろう、すごい絶対乗れないと思ってパドルしたら、あれ意外と乗れるわと思って、うん、技もなんだろう、フィンがすごい抜けやすいから。なるほど。スピードをコントロールしてちゃんと板に合わせれればすごいいいボードだと思う。はい、ファーストとかも結構スプレー飛んでたから、はい、なんかもうちょい乗り込んで慣れていけば良さそうに思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、ルイ君、はい、今日はちょっとデッドクークスのサイコキャンディに挑戦してもらいたく、はい、ちょっとルイ君には大きいかな。そうですね、かなりでかいです。自分あの1本デッドクークスのサイコキャンディ、はい、あの借りてて持ってるんですけど、はい、それが5-2で、はい、5-2かなりちっちゃくて、でも本当それが調子よくて、はい、スケボーみたいに乗れる感じで、カーブとかも速いし、はい、乗り込んでるんですけど、うんうん、ただこのサイズになるとまた全然変わってくると思うんで、そうですね、うまくコントロールできるように頑張ります。リバービレッジにある510のサイコキャンディあるじゃないですか、はいはいはい、あれは結構船みたいにでかくて重いんですけど、うん、こっちは軽くてすごい速いんで、軽さをうまくコントロールして、ちょっとレールワークの練習だと思って乗ってもらえるといいかな、はい、そうですね。うまくコンビネーション入れられるようにちょっとチェックしとくんで、はい、お願いします。はい、頑張ってください。さあ、ルー君、サイコキャンディ5-7、大きめですが初挑戦となります。貸し切りのバンクでやっているので、ニノミが来れば何も邪魔されず自分との戦いとなっていきます。ただかなり大きめのサイズなので、これがどう乗りこなせるかがチェックのしどころとなっております。ルイ君、バックサイドもうまく板を縦に上げるライディングを見せてくれております。見てる感じね、うまくコントロールしているように見えますが、本人の乗り味はどんな感じでしょうか。見た目もね、サーフィンも速く、クイックでコンパクトなパフォーマンスが見せられているように見えます。まーちゃんもフィンを変えて入っていきます。何のフィンにしたかと言いますと、そろそろまーちゃんが振り返ってくれるはずなんですが、まだ振り返ってくれません。さあ、リーシをつけて見てくれるかな。フィンを見せてくれません。まーちゃん、さあ、フィンを強制的に見せてくれました。アルメニックのフィンです。走ったら忘れておりました。ライディングしているのを見ると、サイコキャンディの今回ティントデッキ面にブラックを入れてるんですけど、やっぱり乗ってるの見るとかっこいいですね。乗ってる時分かんなかったですけど、人が乗ってるの見るとよりこう渋く見栄えよく見えます。
ルイ君はどんなボードでもうまく器用に乗りこなしているように見えます。僕のサイズで作ったサイコキャンディでもね、インサイドでもアウトでもそつなくこなしております。まーちゃんの攻めているインサイドセクションはかなり浅そうです。ピンを変えてね、いろいろ体重のね乗せ方であったりとか、ボードの上げ方であったり、いろいろ試しているように見えます。ルイ君の前にとんでもなく素晴らしいセットが入ってきて、カービングテールスライドを2発決めた後、インサイドまでつないでね、フィニッシュまで距離でいうとね相当な距離乗ってきました。そしてまーちゃんはちょっと失敗してしまいましたが、まだまだトライしているように見えます。僕が乗れなかったバックサイドをスムースなライディングでね3ターン入れてきました。上手い人が乗ると欲しくなりますね。僕は今回ちょっと上手く乗れなかったんで、このルイ君のライディングがとても次のラウンドに活かせそうな感じで参考になっております。ルイ君、サイコキャンディでエアーを見せてくれました。最後のライディング素晴らしかったです。ルイ君お疲れ様です。お疲れ様です。それルイ君の板なんじゃないですか。実写良かったっ。いやめちゃくちゃ。セットの波も結構良かったですし、あのテールスライドしたやつも良かったですし、最後のエアーのやつもめちゃくちゃクオリティ高かったんで。そうですね、めっちゃ綺麗に決めれて、ね。フローターか迷ってたんですけど、やってみようと思ったら本当綺麗に飛べて、うん、着地も綺麗にいけたんで、めっちゃ調子良かったです。やっぱレッドクークスは本当にオーバーフローでも。どの板もマジックボードって感じですね。おピンも結構これ立ってるピンなんで、はい、思いっきり抜かせようとしても
いいところでホールドしてくれるね。ホールドしてくれるよね。本当に寝てるフィンだと逆にもう回るとこまで行っちゃうっていうか、コントロールできなくなっちゃうんですけど、しなってくれるし、いい感じにホールドしてくれるんで、すごい乗りやすかったです。いいフィーリングで乗れてましたね。はい、バックサイドも結構良さそうっすね。バックサイドの意識としては、いつも体で思いっきりひねったりとかいうのをこうショートだと やるんですけど、この板はもうボードに身を任せて、あんまり動かさないっていうか、ほんと固定してるだけで、そっちに目線をやって、はい、持ってくぐらいの感覚でやってたら、もうこう安定して決めれてたんで、すごい良かったです。スタンスもなんかフィットしてる感じだったし、はい、そうですね、ショートでもちょっと広くっていうのを意識してて、はい、それはこのボードでもちょっと意識しようと思ってやったら、多分こうちょうどよく乗れてて、こう変にフラフラしたりとかもなかったんで、いいラウンドでした。めちゃくちゃ良かったです、はい、僕もちょっと参考にさせてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラストラウンドはちょっと帽子かぶってやりたいと思います。はい、海日差しやばいっすよ。日差しやばいっす、めちゃくちゃやばくて、すごい調子いいんすけど、波掘れてると吹っ飛ぶんで紐なしですか頭の大きさは調節できるんすけど、はい、こう前なくて、あ、紐がないんです、はい、ノーリーシュみたいな感じですけど結構いいレフト来るっすね。結構いい波っすね。ショートでも乗りたくなるような波来るんで、はい、だから今日はちょっとこれしかないんで、しっかりレールワークを意識したサーフィンをして、はい、インサイド掘れるっすよね。インサイド急に掘れてくるんでちょっと怖いです。怖いよね、はい、それでもボードはかなりワークしてくれるんで、さっきのルイ君見ながらリラックスして乗ってたのちょっと、はい、参考になったんで、ちょっとその辺も意識しながらちょっと乗ってみようと思います。わ、はい、かりました。はい、お願いします。お願いします。さあ、カイサ君の最終ラウンド、今入水していきます。今日カイサ君ジャーフルでかなり暑そうですね。自分はタッパーでやってるんですけど、タッパーでも動いてるとちょっと暑いぐらいです。カイサ君もこのラウンドは最初から2本とも安定に決めてきます。この帽子の後ろの部分がね、風になびいていい感じです。さあ、沖にメラメラとセットが入ってきています。セットを追いかけています。カイサ君、間に合うでしょうか。ここはうまく波に合わせてフィニッシュまで決めてきました。最初のカーブがね、すごいスピード感もあって気持ちよさそうでした。手前ではまーちゃんも一回上がってきます。立て続きにいいセットを掴んで、しっかりと最後まで決めてきます。今のライディングの方がカーブがね、よりスピード感もあって難易度が高かったですね。ここでカイサ君もダブルグラブエア仕掛けてきます。ただ着地がね、少しずれてしまいましたね。惜しかったです。
ここでまーちゃんもバックサイドの3ターン決めてきます。ファーストのリップがかなりキレもあって板も縦に上がっていてよかったです。ボードにも慣れてきているように見えます。カイサ君も最後1本しっかりと安定して決めて上がってきます。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。乗れましたね。はい、良さそうでした。だいぶ慣れてきて、リラックスが大事ですね。そうですね。波がめっちゃいいから、はい、ショート乗りしたくなるっていうか。そうですね。こちらのは結構それでこう前にパンプして行きたくなっちゃってたんですけど、うん、欲が抜けてきたんで、はい、でルイ君のあのリラックスしたターンを見て、はい、やべやっちゃってるわと思って、自分で力抜けって言ってる、自分が一番力抜いてるみたいな。ニアのはちょっと流し気味じゃないですけど、はい、ちょっとルースするようなイメージでいって、徐々にちょっと力入れてってみたいな。そうですね。いいセットも乗ってしっかりその波でもすごいカーブしてたんで、かなり良さそうでした。やっぱ気持ちいいですね、はい、ちゃんと重心がボードに乗ってる感じもあるん で最後も波待って帽子もちゃんとキャッチして上がってきたんで、はい、とりあえずあの帽子は流さなかったんで、はい、いいラウンドだったっすね。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。じゃあルイ君ラストラウンドです、はい、さっきだいぶ気持ちよく乗れてたんで。そうですね、まあ、同じようにやりつつパフォーマンス上げていってもらえるといいっすね、はい、そうですね。さっきもいい感じで乗れたんで、うん、ちょっとまた欲出しすぎるとズボっちゃうパターンがいるんで。そうですね。よく今回もしっかり決めながらちょっとずつ上げていけるといいかなと思います、はい、無駄な欲求出しすぎちゃうと、はい、波とも板ともマッチしなくなっちゃうから、はい、このボードでもならせてるというか、はい、フィットしてる感じあるんで。そうですね、まあ、なるべくリラックスして柔らかいサーフできるように、ね、意識してやります。わかりました。じゃあちょっとその辺も見つつ、はい、潮がちょっと上げてきてるんで。そうですね、はい、また難しくなってるかもしれない、はい、ちょっとその辺も合わせてやってみてください。お願いします。はい、さあルイ君のラストラウンドとなります。砂浜もだいぶ暑くなってきました。今日は風も弱くて、たまたまですが貸し切りのバンクもあって、まーちゃんとルイ君と最高のセッションができております。すごいセットが入ってきました。
さあ、ルー君しっかりと我慢の下リラックスをキープしながらちゃんとねボードから重心がねずれないようにねしっかりとターンしていたのが今見ていて分かります。素晴らしいライディングでした。波が来ない時はまったりと2人でアウトで待っているように見えます。だいぶ潮も上げてきてちょっとブレークがね割れづらくなってきたんですが、2人が待っている位置はねちょうどアウトのセットを待っているポジションになっております。ルイ君はちょっとマーちゃんと距離を取って左の方に移動してきました。さあそしてマーちゃんはまるで試合をしているように右で待っております。今日のサイズ的にはねショートでもできるんですが、今日はルイ君にはあえてねこのデッドクークスのちょっとデカめのねボードでもレールワーク、そして軸がねブレないようなターンを練習してもらっています。それもあってかフィットしていますしね、リラックスしたサーフィンがね今日うまく波ともフィットしていてすごくそれが見えていい感じに見えます。まえちゃん最近練習中のレイバックハック惜しくも決まりませんでしたが、かなりいいところでアプローチ決めてきそうになりました。ちょっとね違ったアプローチ、フィンアウトをしてねオーバーフローなのでルースさせながらうまく力を抜いてコンプリートしてきました。さあルイ君のさすがのポテンシャルです。だんだん潮が上げてきてねブレークが割れなくなってきてしまいました。やはりね潮の引いてる時間狙わないとねどこのポイントもねいい時悪い時が分かれてくるので、これがサーフィンする時のね、まあ、難しさでもありますね。まーちゃんさっきの失敗してしまったねレイバックと同じような状況になったところでしっかりと今度はコントロールしてレイバック決めてきました。新しい技もどんどん取り入れてまーちゃん成長中です。さあルー君波を見つけて追っかけております。さあ奥から綺麗に割れていきそう。しっかりとエアを決めてきました。だいぶサイコキャンディもコントロールが上手くなっているように見えます。ルイ君も最後バックサイドで当てて上がってきます。さあマーちゃんも上がってきます。さあこれにてデッドクークセッション終了となります。お疲れ様でした。ルイ君お疲れ様でした。お疲れ様です。塩上げてスローになっちゃいましたね、はい、そうですね。インサイドもこう急に掘れてくるんで、うん、サイズがちょっとこうさっきよりもこれ上がるところがちょっと大きくなったっていうか、うん、ちょっと怖かったです。溜まってきてる感じありましたね、はい、でもすごく1ラウンド目に引き続きこう優雅に乗れてるというか、そうですね、リラックスしてる感じはめちゃくちゃ見てて伺えたっすけど、とにかく落ち着いて乗ればもう安定して決めていけるんで、
ボードに助けてもらいながらやってました、うん、力抜くとこと入れるとこの、はい、その強弱というか、はい、うまく使いこなしてました、ね、そうですね、本当なんかショートで意識するようなことを同じようにやってみたらこっちにも本当に生きるし、多分こっちで乗ってることをショートにも活かせると思うんで、はい、かなりいい練習になりました、ね、いや見てて、本当いい練習になったと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか、まあ、後半やっぱだいぶそのアップスの仕方とか、はい、この重心のかけ方が慣れてきて、はい、技も決まるようになってきたから、やっぱ板すごい速いし、はい、スプレーも多分結構出てるイメージがあるから、うんうんうん、調子がいいです。レイバック最後決めましたね、1本、はい、一発掘れてるところで失敗してリベンジするかなと思ったらちょうど最後決めてましたね、はい、いいですね、ああいう新しい技を練習するのは。世界 の人たちがやっている技をちょっと真似 しようかなと思って、はい、まあ、全然レベルは違うんですけど、はい、ちょっとずつでも練習していきたいと思います。ボードの EPS より伸びがあるというか、そうです、前に出ていく感じもあると思うんで、サイズ上がったらもっと良さそうな感じがあるし、はい、今日の波はトロイから物足りないんですけど、はい、でもやっぱすごいこの傾けた時の伸びがやっぱ EPS に比べたらあるから、うん、それをもうちょいうまく使えたらもっと多分このボードの良さを引き出せると思う。台風とかも良さそうです。そうです、楽しみです。はい、タイミングあったらやりましょう。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけで今日はデッドクークスサイコキャンディーセッションということでルイ君と試したんですけど、僕は1ラウンド目あんまりちょっとうまく乗れなかったんですけど、まあ、ルイ君がすごくいいフィーリングで乗ってるのをちょっと見て参考にして真似したらいい2ラウンド目でうまく乗れたんで、サイコキャンディーも久々に乗ったんですけどすごく性能もいいですし、掘れた波でもね全然対応できますし、まあ、もちろんね緩い波でも全然ワークしてくれるんで、リバービレッジにもストックがたくさんありますので、ぜひ狙ってる方はチェックしてみて、お店に来て直接見ていただけると、あの自分に合ったサイズがより分かりやすいと思うので見てみてください。僕で今日5-7とかだったんで、僕の身長が177で体重が今66ぐらいなんですけど、まあ、それを参考にしていただけるとよりどのぐらいのサイズ乗ればいいかっていうのを目安になりやすいと思うので、でデッドクークスに関してはオーバーフローでも全然乗れるので、薄すぎるよりはちょっと厚いぐらいの方が楽しく乗れると思うんで、その辺もぜひ参考にしていただけたらいいなっていう思います。というわけでまた次回の動画をお楽しみにしてください。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、今日は貸し切りできたんで、はい、楽しかったですか。最高でした。超楽しかったですけど、もうあれ日焼け止め塗るの忘れて、いややっちゃいましたね、まーちゃん日焼けがクソ痛いです。もうやばいやばいです。これ多分やばいです。帰ったらちょっと剥けちゃうかもしれない。あのパックとかした方がいい。そうです。ルイ君はパックとかしますか。いや全然しない。マジですか。結構パックすると、はい、心も癒されるんで、はい、まあ、まだ2人とも若いですけど、あの結構気持ちよかったですよ、はい、女性はみんなやってると思うんですけど、そうです、メンズチームやんないもん。でも本当はやった方がいいと思う。そうですね、はい、ちょっとじゃあ気が向いたらやってみてください。はい、ではまたお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい。